皆さんおはようございます。斉良平です。今日が61日目。いやーもうね、あともう少しだね。まだまだ話したいことあるけど、はい、今日ですね、今日はですね、ちょっと音楽についてちょっと話そうと思うんですけども、最近よく子供たちを保育園とかに連れてってる時に車の中で K-POP 聞かせてたら、K-POP に慣れてきちゃって家の中でその音楽流すと踊ったり歌ったりしだすんですよ、楽しそうに。でちょっと機嫌が悪い時とか泣いちゃってる時とかもその音楽流すと機嫌良くなったりとか笑ってくれたりとかしたりするんですけども、昔僕ある人に言われたんですけどね、この人は、そんな有名な方ではなかったと思うんですけど、ミュージシャンだったんですけども、自分の心が落ち込んでる時とか、時に自分専用のテーマソングを作った方がいいって言われたんですよ。テーマソング、それは実際作曲するんじゃなくて自分の好きな歌から、自分のテーマソングを固定して作りなさいって言って、でそうすると気持ちが盛り上がってきてって、皆さんも多分あると思うんですよ。素敵な音楽と出会ったりとか、そういう音楽聴いてると元気になったりとかっていう時に、そうした時に僕ね、その時もう10年以上前ですけど、10年もう経ったかな、すごい辛い時期があった。その時にその自分でテーマソングを選んで作ったんです。作ったというか、その決めた曲があるんですけど、うわそうだったなと思って、最近そんな落ちたりとかないんですよ、ないんだけども、久しぶり聞いたらね、やっぱ気持ちがねこうぐーっと盛り上がってきて、おわってやる気になるというか、力が入るというか、あの時のことを思い出してまだまだ自分やれるなって思うことがあったんですよね。なので皆さんも何かお気に入りの曲ね、その中でも昔聴いた曲かもしれないし、そういえば昔めっちゃ好きだったけど何度も聴いたなみたいな、あの音楽っていうのを、もうこれは私のテーマソングだと、この音楽を聴いてるとき私はネガティブなこと考えられないし、愚痴文句も言わないしっていう風になれるような音楽を一曲探してくれると一日の流れは変わりますよっていうお話です。ちなみに僕の、テーマソングは、デフテックっていうね、二人組の、ミュージシャンの人がいたのが、その人が片っぽマイクロさんっていう人がソロでデビューしたときに、マイクロさんで調べたら雪柳っていう、歌が出てきます。こんな時期に関して雪柳なんですけども、それでもですね、この歌を聴いてる時っていうのは僕はへこたれられないと、よし今日もやるぞって気合が入る音楽です。なので興味がある人は YouTube で検索すると出てきますので聴いてみてください。今日は以上です。今日も元気よく皆さんいってらっしゃい。気をつけて。